こんにちは、ギタリストのひろしでーす。いつもご視聴いただきありがとうございます。都内、神奈川県などでギターを弾いたり、曲を作ったり、歌を歌ったり、 YouTube を撮ったりしているギタリストのひろしです。このチャンネルではギターを演奏していくのが楽しくなるような情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。今日はこちら、フリーザトーンアイアンフォレストですね。ピックが弦を弾いた瞬間に出る力強いアタック、そこから繋がる倍音を多く含んだスムースなディストーションサウンド、リフを弾く際の歯切れの良さ、リードソロに必要なロングサスティン、十分な歪みを持ちながらバンドアンサンブルの中でも前に出てくる強力なサウンド、これら全てが揃わなければ極上のディストーションサウンドとは呼べません。これらの要素を網羅し、かつ独自のサウンドチューンを施したのがアイアンフォレストですということですね。こちらフリーザトーンのね、青い紺色の筐体のディストーションですね。レベル、ベース、ゲイン、トレブルのシンプルなコントロールで、どんな音がするのか早速音を出していこうと思います。最後までよろしくお願いします。はい、それではフリーザトーンアイアンフォレスト、音を出していこうと思います。今日は不次元ストラトタイプシングルコイルのギターで音を出していこうと思います。クリーンはこういう音です。それではオンにしていきます。今ベース、トレブル、ゲイン、だいたい真ん中ぐらいです。全部つまり真ん中ぐらいの音はこういう音です。ではゲインからいじっていきます。ゲインゼロでもちょっと歪みますね。ゲインゼロです。ゲイン9時ぐらいです。ゲイン真ん中ぐらいです。ゲイン3時ぐらいです。ゲインマックスです。ゲイン3時ぐらいにしておいて、イコライザーいじっていきます。ベースからいじっていきます。ベースゼロです。ベース9時ぐらいです。
ベース真ん中です。ベース3時ぐらいです。ベースマックスです。ベースは真ん中にしておいてトレブリッジでいきます。トレブル0です。トレブル9時ぐらいです。トレブル真ん中ぐらいです。トレブル3時ぐらいです。トレブルマックスです。つまみいろいろいじってみます。ゲイントレブルベース全部マックスにしてみます。はい、いかがだったでしょうか。フリーザトーン、アイアンフォレストですね。非常にシンプルな使い方で、ノイズも少なくて扱いやすいディストーションだと思いました。こちら、残念ながら生産終了してしまったエフェクターですが、フリマアプリや楽器屋さんの中古コーナーで探してみてください。この動画がエフェクター選びの参考になれば嬉しいです。今日も見ていただきありがとうございます。これからもギターに関する動画を作っていくので、ぜひチャンネル登録お願いします。よろしくでした。